今日は初めて見る方多いんじゃないですか。そうだね、なんかもう夢叶った感じするね、もうなんか嬉しいな今日。確かになんか嬉しそうですね。俺サッカーねずっとやってたから、なんかやっぱりサッカーの商品を作りたいなと思ってたんだよね。もう作ってますけどね。そう作ってるんだけどね、うん、けどやっぱコラボってなんかなあ、 J とコラボ初じゃね。J、J リーグの J ね。あ、J リーグの J。J ね。すいません、ジャニーズかと思って。いや。すいません、失礼しました。ジャニーズなわけ。スポーツの話からジャニーズなわけない。おとぼけ社長だなぁと。いや、それボケすぎだよね。今回、サガン鳥栖のぬいぐるみ。すごーい！いいね。すごいですね。まあ、このぬいぐるみシリーズっていうのが、ほんといろいろやってんだよね。はい。サメのぬいぐるみから、弁当のぬいぐるみして、朝食のぬいぐるみやったりとか。今、種類数でどんぐらい？50はいってないですかね。50種類ぐらい展開してるかもね。ぐらいかもしんないですね。で、今、累計、まあ、約200万個ぐらい。すっげー作ってますね。うん。状態で言うと6億だよ。上代で言うとね、上代で言うと6億だよ、ぬいぐるみだけど。6億円100円玉が流れてますからね。重いだろうね。6億円分の100円玉でどんぐらいなんだろうね。やばいっすねそれ、うん、すごそう。埋まっちゃうだろうね、うん、で、まあ、そのうちのぬいぐるみシリーズと、はい、今回サガン鳥栖さんがこんな形でね採用していただいて、すごいコラボですね。なんとユニフォームに顔がついちゃったっていうね、この斬新なアイディア。これはね斬新です。斬新、今までユニフォームには顔はなかった。まあこの顔がね、まあ、うちのそのぬいぐるみシリーズの特徴でね、はいはいはい、あるかな、ぬいぐるみね。ありますよもちろん、ね、たくさん。まあこういう感じのね、これはおでんのぬいぐるみかな、はいはいはい、うん。まあ、この顔のシリーズをモチーフに、まあ、今回サガン鳥栖の、うん、まあ、歴代のユニフォーム1997年から2022年までの8種類をチョイスさせていただいて、なるほどなるほど、まあ、それを今回うちのぬいぐるみの仕様に合わせて商品化させていただくという。いやでも顔ないとちょっとね、普通にマスコットだね。ですよね、マスコットのぬいぐるみ、ね、これがあることでちょっとあ可愛いってなりますよ ね、 よ ね、 ね、すごいいい感じよこれ。でこれが1997年、昔ねサッカー襟あったんだよ。そうですよね、そう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 、これフェルトでね今回ね使ってて。昔はそうなんですね。昔はねやっぱね、まあ、当時俺もサッカーした時はヴェルディ好きだったから、はい、ラモスとかさ、はい、カズさんとかさ、はい、襟付きな感じ覚えてない。なんでラモスだけラモスさんって言わなかったんですか。ラモスさんよ。懐かしいで、あの時すげえ楽しかったよな。だからあのアルシンドとかの時ですよね。そうね、あれって1990年代か。そうですよ ね、 よね、絶対だからデザイン的に昔っぽいよね。いいですよ ね、 ね、感じますよね時代を、ね、これ17って何だよ、17か分かる。自由な感じ。自由な。これね今回サポーターの背番号でやってるんでね。サポーターは17番なんですか。サポーターは17番、チームによって違くて1から11番じゃん。サッカーね、サッカー、はいはい、11人サッカーだからね、はいはい、だからサポーター番号12番っていうケースがあるんだけど、サガン鳥栖さんは17番っていうことで、今回背番号はサポーターの17番で展開させてもらってる、うん、いいじゃないですか。いいよね、いいよ、かわいいね。でこれが1997年バージョンね、バージョン。で2003年はちょっとだいぶもういきましたね、変わったね、6年経ちましたから。エリがなくなったねこれね。本当だ。で17番でね、似てるけどちょっとやっぱ違うね、シンプルになってきましたね。シンプルだね、うん、で2005年俺この感じ好きだな。まあ襟付きか襟なしか、脇にデザイン入ってますから。ね、脇入ってるね、横もちょっとねデザイン入ってるね。本当だ、それもね、うん、違いますね。そうね、少しデフォルメさせてもらってるけどね、はいはいはい、うん、で2006年だいぶ色が変わったね。だいぶねあのスカイブルーになりましたね、ね、はい、ピンクとの相性いいね、はい、もうまさにこれクオリアの色だよね。そうですね、まさにね、まさにピンクとさブルーで可愛、はい、いね、うん、すごい。でも結構これサガン鳥栖のユニフォーム最新な感じする、昔からかっこいいですよね。かっこいいかっこいい、うん、最新な感じね、うん、するする。で2012年、いいね、かわいいね、かわいい、うん、明るい方が俺かわいいかな、意外とこういう感じがね。まあね、なんか目立ちますしね、うん、目立つね、うん、で、2014年から炎が出始めて、ほんとだ、炎なのかなデザインね。いやでも炎じゃないですか、ね、さすがになんか、まあ、よくできてるね。ぬいぐるみだから結構ねその綿とかも多く入ってるからね、うん、まあ、今回正直J リーグとやりたいから、はい、本来生産できない小ロットで精査してる。あーそういうことですね。そう、通常 J リーグでガチャガチャでぬいぐるみなんか発売してる会社どこもないから。通常ね、なんかラバーとか、はいはい、アクキーとか少ない数でもできる展開っていうのがベースなんだけど、はいはいはい、ぬいぐるみでどうしてもやりたくて、
どうしてもね、もうどうしてもだったから、ね、わがままですから、本当にもう頑張っちゃったんだよ、マジで。本当今回これ頑張った。だって8種類あるんだぜ。一般の数じゃ6種類しかないのに、今度は8種類で、数は言わないけど、はい、できない数で、はいはいはい、お試しでちょっとやってほしいなって思う、ね、なるほどなるほど。今回ね、協力していただいて、伊藤さんにもね、サガントスさんにも。これね、500円じゃないですか。うん。安いですよね、絶対。その普通のグッズから考えるとね。安い。で、これが2015年バージョンね。あ、襟ついてる。襟つき始めたんだよ。戻ったんだよね。やっぱ大事だよね。人生は一回振り返ろうってあるじゃん。そうです ね。やっぱ15年ぐらい経ってるから。そうだね。戻ったんでしょうね。やっぱね、周期があるのかもしれない、ね。あるかもしれないですね。うん、で最後が2022年バージョン。これかっこいいよね。うん。やっぱね、最近はこういうデザイン多いですよね。多いよね、かっこいい。あんまり主張しない柄みたいな。そうだね、いいね。こんな感じなのよ。だから本当ね、チャラ社長がやりたくて。ほんとやっちゃったこれは。そうですね、うん、本当にちょっと趣味が入っちゃってるもんね。いやでもこれ絶対サポーターの方は嬉しいんじゃないですか、ね、ないですか、ね、ぜひね。で、サガンの25周年っていうタイミングがあって、はいはいはい、それは今回9月の16日、はい、9月の16日、そこで販売するってことで、ね、うん、リリースも出していただいてるからね、うん、あの概要欄にねペットしておきますね。そうだね、はい、いや嬉しいよね、そんないいタイミングで。だからそのタイミングもあったから今回一番早いっていう。ああ、なるほどね。じゃあ駆け足で、駆け足で、超駆け足。これ多分4ヶ月ぐらい作ったんじゃない？へえ、駆け足ですね。駆け足、だいぶ駆け足でなんとかやって、販売額500円、500円、全8種で展開する予定なので、こちらぜひねチェックしてみてください。今日紹介させてもらうサガントスのぬいぐるみでした。さらにお待ちしまーす。よろしく。